はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、こちらですね。はい、ミッキーやみんなじゃなくて、マイキーですね。はい、マイキーを今回、特別にというか自分でちょっと、作ってみました。はい、まあ、作ってみたというか、なんて言えばいいんだろう、動かしてみました。で、体力が500ですね。でさらに、防御24ということで、かなり強くなっております。で、攻撃力ももちろん強いです。で、この最強になったマイキーを今回、ちょっと鬼滅の刃のキャラクターと戦わせてみようかなと思います。本当はね、マイキーの、でも持ってこようかな、東京リベンジャーズモッド入れて、マイキーの服だけ着せようかな。ね、見た目そしたらさらにマイキーになってくれる。オルカ様が作られたので、いや、ちょっと最近ね、東京リベンジャーズモッドちょっとやりたいんですよ。だから、なんだろう、その通りで持ってで、その正直言うと、まあでも今テンスラモッドもやってるから、同時進行ちょっと増やすと、どうせやめちゃいはしないけど、あれだから、ちょっと悩んでるんですけど、通りべモッドで正直言うと100日サバイバルやりたくて、結構僕個人的に、そのなんだろう、やってたそのサバイバルで結構何が一番楽しかったって言われたら、まあ鬼滅はもちろんなんだけど、意外と通りべが結構僕の中で上位なんですよ。なんかその鬼滅とか呪術だと、もう常に気を張ってないといけないっていう感じのサバイバルだった。まあもちろん楽しいですよ、戦闘あるけど。でも通りべって戦闘もありつつ、かつ、まあ、いきなり即死はないっていう、いきなり終わるっていう恐怖心はちょっと少なかったし、まあ、あと移動スピードもそんなに速いっていうわけじゃなかったから、なんかまったりできたっていうか、リラックスできたなっていうのがあるので、ちょっと通り部モッドもちょっとサバイバルっていうか、100日ハードコアちょっとやってもいいですか？よかったらコメントください。ということで、じゃあちょっと今から、マイキーの装備をちょっと、てか通り部モッドを入れてきます。少々お待ちください。よし、オッケーです。では、一回、まず、ワールドというか、狭めて、これでいいかな。で、マイキーを、ちょっとまず出してみます。こちらですね。はい、500マイキー。で、一応、これに、マイキーの、総長の服。あと、ズボンも入れちゃっていいか。ズボン、ブーツ。ああ、髪型も、結構装備強くできるか、さらに防御力上がるかも。はい、これで、マイキーです。完成！これは孫うことなきマイキー。いや、もうオルカさんのモッドすげえな。はい、ということで、じゃあこのマイキー VS、鬼滅って言ったんですけど、呪術にしてみました。はい、呪術廻戦のキャラクターでいきたいと思います。ということで、まずマキさん行ってみる。まあ、代表的なるキャラクターでいきます。さあ、マキさん戦おうか。戦う。さあ、マキさん VS。 一応僕も設定はしてみたんだけど、まあさすがにムサンよりかは強くはしてないんだけど、おお、強い。あ、でも、なるほど。あ、でもいい感じの調整になったかも、やっぱり。あのね、ちなみにマイキーなので、やっぱり足はかなり、早めにしてあります。はい。これは一応回復、ヒーリングで多分回復できるでごじゃるよね、これ。よいしょ、OK。これでマックスだね。では次、マキさんには勝利と。次、誰？トゲくんとかどう？トゲくん。いきます。さあ、トゲくん。近距離のマイキー VS、高速、いや、しかし高速移動でもついてくぞ、マイキー強い。なるほど、もう遠距離攻撃、キャラにはすさまじいスピードで追いついて倒すことができると。じゃあ次、じゃあ最高師範行ってみる。最高師範なかなか強いですよ。はい、最高師範。さあ、どうだ。多分柱ぐらいの力はあるんじゃないかと言われている最高師範。さあ、どうだ。しかしスピードのマイキー、さあ、体力200ぐらいしか削れてないのか。まあ本当はね、特殊技とかあればいいね。超速行ってみます。超速行っちゃうかい。行くよ。危ないね。さあ、先制パンチは、先制パンチマイキー。でもこれ血の海が出たら終わりだが、おっと、しかし、いや、しかし一発が強い。やはり呪術廻戦は強い。あー、そうか。結構最初攻撃されっぱなしだった長宗でギリギリ勝てないんだよな。まあ、ワンチャンでも長宗あったっていう感じだ。でも、もしかしたら。まあ、最初かなりちょっと、しばらくやられ続けてたから、ちょっと、なんとも言えないんだけど、ちょっと若干、長宗側が不利だったっていうのは、まあ正直否めませんが。でも頑張ってたね。はい。よし、ということで、こちら、次はマイキー VS
はい、通り部全員いきましょう。もちろんマイキー vs マイキーもありでいきましょうか。マイキー vs マイキーも入れて9人にしよう。マイキー、ドラケン、まあ、マイキーが多分一番強いからね。ドラケン、バジ君も強いわ。バジ君で、チフユはちょっとさ、9人の中っていうとちょっと違うかなっていう感じで。で、そう、ミツヤも好きなんだけど、多分違うんだよな。で、多分、どうなんだろうな。ペイアンも正直、多分、原作ではね、強いんだけど、マイクラではまだそうでもないから。あとソーヤとかもね、ソーヤとかも多分原作ではめちゃんこだけど覚醒してないとかもあるから、ちょっとまだって感じだから。まああと、まあムーチョはいるね。ムーチョ、あとまあハンマシュージも多分強いから。でそこで、あと芝大樹、芝大樹にもうここら辺はもう決まってます。拡張と、イザナは確定で、あーってことはあと1体ぐらい。清正くんラスボスに清正くんだ。最後に清正くんを起用しよう。大丈夫かな。で黒川イザナ、おそらくこんな感じになるんじゃないか。芝大樹、黒川イザナ、佐野万次郎、マイキーですね。で拡張もここら辺になるかな。でムーチョも強いから、バジ君、まあハンマシュージ、バジ君、ドラケン、ムーチョ、拡張、芝大樹、黒川イザナ、マイキー、清正くんでいきましょう。よし、戦うかな。まあ無理やり最悪戦わせればいいか。いくぞマイキー。やっ、え、はい、ウィッツ、What do you do? ん?ん?な、え?ん?マイキー?マイ!マイキー?マイキー?はい、まい、あ、そうか、ドラ、まず、こっちが攻撃しないのか。あー!かわいそう!なんか、バジ君だけ早くない?ちょっと待って、ダメだ!これ、戦えない!ダメですね、これ。これ、あー!マイキー!ちなみに、久々に、通り部モッドで戦わせてみるかい、これ。うん。これ、最近やってなかったよね。ハンマシュージと、まあ、バージョン変わってないから一緒なんだけど、例えばね、こういう感じで、アンマシュージとバジ君が戦うと。で、バジ君がもちろん戦闘を始めると、髪の毛を縛り始めます。はい。いやー、これ、やっぱり、ねー、やっぱり通り部、ね、バジ君見るとちょっと泣いてしまうというか、もうあのシーンは本当にやばかったからね。あー、でもバジ君のより、ハンマシュージの方が強いんだ。で、やられたら脱ぐんだ。ハンマシュージ、今。脱いでたね。ムーチョと、ちなみに、これ今、ムーチョ、これ、ね、まあ、天竺の格好になってるんですけど、これは、進捗で、タイムリーブ、これかな?これが全部達成されてるからって感じですね。はい。もしこっちだったら、東満になってるって感じです。はい。まあ、あまり深くは言いませんけど。まあ、かといって、今更もうネタバレっていうのはもう、ね、もう多分、あんまり大丈夫だろうから、ちょっと、ね、この、ムーチョが、ね、天竺ってのは見せますけど。一時期さ、通り部がやっぱ流行った時に、この通り部モッド作ってた時に、ムーチョが天竺っていうのを隠すために、このムーチョがこれを着てる、要は進捗が上がるたびにさ、ムーチョがこれ、トーマンの服じゃなくて、この、ねえ、天竺の服を着始めた時にさ、遠くで見た時に、やべえと思ってすぐガッて画面変えたからね。これはネタバレだって。これはいけないって。なったもんな。じゃあ、マイキーとイザナってどっちだったっけ。あ、でもまあマイキーだよな、これ。あれ、なんか体力減ってない、気のせいか。マイキー90だったっけ、なんか130とかだった気がするんだけど、気のせいか。あーん、よし、では例のごとく、今度は僕がマイキーと戦います。そして僕が持つ、武器はパーチンの旗だ。いや、やめとこ、銃撃つか。待て、銃、いや待て、銃じゃない、ナイフだ。ナイフと銃を使ってやる。俺は貴様来てったんだってやるぞ。だったら装備もいらねえだろうな、マイキー。このマイキー相手にも銃だったら勝てんだろう。ほら行くぞ、かかってこいよ。ほら俺は最強だ。ほらよマイキー。あ、聞いてない、やばい、待て、ほら、マイキー、ほら、かかってこいよ、ほら。ほら、マイキー。ほら、俺の、青龍拳が、火を吹くぜ。ほら、ああ、ああ、ああ、
バーン。